阿蘇市一宮町坂梨にある古賀の滝のライトアップが平成30年1月13日から始まりました。古賀の滝は阿蘇市一宮町坂梨の外輪山の岩肌にあり、小滝と目滝の2つの滝が並び、冬場になると寒さで凍る滝として知られています。この日から始まったライトアップでは、午後6時に4基のライトのスイッチが入れられました。しばらくするとライトに照らされた落差100メートルの目滝が暗闇に浮かび上がりました。この古賀の滝のライトアップは、地元の有志で作る古賀の滝観光組合の人たちが12年前から凍る滝を見学する観光客たちのために始めたものです。九州北部豪雨で古賀の滝の展望所が壊れて一時ライトアップを中止していましたが、昨年から整備して復活させました。この日は家族連れや写真愛好家が訪れて、闇夜に浮かび上がった古賀の滝を見物しながら写真に収めていました。古賀の滝のライトアップは2月末まで、毎週土曜日の午後6時から午後8時まで行われることになっています。